グロリア・グレアムはアメリカ合衆国の女優。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。本名はグロリア・ホールワード。舞台上ではジーン・グラムという名前を使っていた。女優だった母親のもと、早くから舞台に立っていた。ブロードウェイに出演していたところを、プロデューサーのルイス・ビー・メイヤーに認められ、メトロゴールドウィン・メイヤーと契約。1946年に、 映画デビューし、素晴らしきかな人生。などで評価されるが、MGM になじまないとして RKO に移籍。1947年の十字放火でアカデミー賞にノミネートされ、1952年の悪人と美女で助演女優賞を受賞した。1981年、乳がんのためニューヨークで死去。57歳。映画監督のニコラス・レイなど、 4度の結婚歴がある。4番目の夫アンソニー・レイは2番目の夫、ニコラス・レイと、その最初の妻との間に生まれた息子。また、ニコラスとの間に1人、アンソニーとの間に2人の子供を産んでいる。他にも3番目の夫との間に子供が1人いる。2017年には、彼女の友人ピーター・ターナーによる回顧録を元にした映画、リバプール、最後の恋が公開された。 同作でグレアムを演じたのはアネット・ベニングである。ありがとうございます。